それ、世界的な話？また話が壮大な。Yeah, obviously be preparing us for something large. あ、広い。うーわ、おっきなやついそう。戦いやすくて好都合じゃないか。 I don't like where this is going. I mean, I told you so. Let's give him some Libra.Take him out. I think I should do this. Totally me. Yeah.
ここで終わりのようだな。ねえ、アラネア。あ、死骸と関係ある兵器って何？魔導兵は見たことあるね。ああ、あれは死骸の研究から生まれたんだ。死骸から？不気味な国だよ、今の帝国は。気をつけな、王子。ああ、王様か。ああ。 じゃあ、私はここまで。まあ、大変だろうけど、あんまり立場に縛られすぎんじゃないよ。騙されていたのかもしれないが、力を貸してもらえてとても助かった。そりゃよかった。全く疑り深いこと。あなたも、どうか気をつけて。お、あら、ありがとう。じゃあね、次があったらまた手伝ってやるよ。 あと最初から帰りは送ってやれって言われてるから、準備ができたら船に乗せてやる。無事に済んでよかったね。ノクト、シドニーから連絡があった。なんて？レスタルムの精錬技師を訪ねろと。工場にシドニーの友人がいるらしい。ミスリルを渡せばいいそうだな。そしたらやっと船が治るってわけか。休憩が終わったらどこにも寄らずレスタルムに行くぞ。 しっかり準備してくれよ。レスタルムに行くんだって？じゃあそこまでで。いいね。ああ、よし、準備はできた？ できてる。頼むわ。はい、行くよ。うわ、あれ、赤い機体。起きな、王子、着いたよ。 どうやら工場の方で騒ぎが起きてるらしいね。でもうちらは指示がなきゃ介入できない。 市民の面倒、あんたたちに頼んだよ。ああ、任せて。じゃあ気をつけて。ノクト、 So we have come to the end of this session, and that after we exit the dungeon, it was the end of the chapter. So this is a new chapter, chapter 8. And thank you all for your support, I really appreciate that. If you enjoyed this video, please press the like button. And also make sure you subscribe. Leave a comment down below. So thank you all.